荒尾川神社は、宮城県大崎市岩出山池月にある神社である。旧社各は豪社。玉造郡の式内社三座のうちの一座である。こういう川は、江合川の別称である。由書書によると、養老4年に創建されたという。玉造郡に鎮座する、式内社三座のうちの一つである。鳴子温泉郷の鬼神戸温泉に鎮座する。 荒尾川神社とタイになっており、岩出山池月の高尾川神社は、里宮、鬼神戸温泉の高尾川神社は、学宮と呼ばれており、放祭する、宮寺社家もそれぞれ別である。主祭神は、須佐岳子孫と瀬尾律姫御とである。由緒によると、汚れを清める、原江戸大臣の一柱である瀬尾律姫孫は、当社では、 川の上流を司る水神として祀られたものであり、神社町の由来にある大物意味神の名も、こういう川の正常な水の流れを司る神である。瀬尾律姫への異形の念と、水を汚すことへの近畿の念から名付けられたのではないかという。里宮の鎮座する地は古来からの聖地であり、境内には縄文時代の最祀遺跡とされる甲川神社遺跡があり、神社周辺でも、 縄文土器や石器などが発掘されている。荒尾川神社が創建された後も神宮寺が併設されるなど、地域の信仰の中心地であった。全9年の役が起こると、陸守陳寿府将軍である源頼地下は、安倍一族政党祈願のために、大谷成人を派遣して、黄金10枚と黄金作りの立ち一振りを奉納している。 後三年の役の戦中である王徳三年には、源義家も戦勝祈願をしたと伝わる。過去二年に、藤原秀平が陳樹府将軍に任命されると、荒尾川神社は、欧州一宮と定められた。室町時代になり、欧州丹大大崎氏が、大崎悟君を領有すると、大崎軍、一宮として厚く数計され、車両三十貫分の寄進を受けた。 江戸時代には、軍内総鎮守へ指定、岩出山立家の氏神となった。漢方三年、幕名により、江合川流域の三十六所明神を合祀したため、荒尾川神社は、別名、三十六所、明神、三十六社様とも称される。明治五年に、合社へ指定。ありがとうございます。